ロンドン動物園にある害の像、ウィリアムティマイム作外は、イギリスロンドンのロンドン動物園で飼育されていた、オスの西ローランドゴリラである。1960年代から1970年代にかけて、ロンドン動物園で最も有名な動物であり、子供向けのテレビ番組及び自然史や野生生物のドキュメンタリーに頻繁に登場したほか、 同園で最も愛された動物のうちの一頭でもあり、誕生日には毎年多くのバースデーカードを受け取っていた。1947年11月5日、一頭の幼いゴリラがロンドン動物園に来園した。この日はガイホークスナイトにあたり、そのためこのゴリラはガイと名付けられた。幼いゴリラはガイホークスナイトを祝って一晩中打ち上げられる花火の音に怯え、 飼育係のそばを自分が寝つくまで離れなかった。来園児の体重はちょうど23ポンドで小さな木箱の中に入れられ、ブリキの湯担保にしがみついていた。1974年10月7日付のデイリーメール紙はガイの逸話を報道したが、その中には幼年期の話も含まれていた。幼い頃のガイはよく飼育担当者たちととっくみ愛をして遊んでいた。ガイは いつまでも遊びたがっていたため、姉妹には飼育係長を助け出す羽目にまで陥ったという。ガイは1941年に死亡したメンというゴリラの代わりとして、ロンドン動物園に来園することになったのだった。ガイはパリの動物園のために、フランス領カメルーンは映画2001年宇宙の旅で、人猿のリーダー、ガツを見る者を演じた。リクターは、 映画のプリプロダクション期間中に熱心にガイの仕草や振る舞いを研究してその一部を演技に反映させた。ロンドン動物園もガイと共に暮らす個体を見つけるため世界中の動物賞や動物園に養成を送っていた。そして1969年にチェシントン動物園で飼育されていたロミーという名の5歳のメスが提供された。ロミーはガイと顔合わせする前に 一年間ロンドン動物園の古いサルシーク社に住んだ。1971年、新しく類人サル及びサルシーク社が完成して、ガイとロミーはようやく同居を開始した。しかし、ガイは人間のもとで過ごした年月が25年に及んだため、ロミーとの間に子孫を残すことができなかった。ローランド・コリラは、世界 ガイの身体測定が1966年と1971年に実施された。体重は520ポンド、身長は5フィート4インチ、腕のリーチは9フィートあった。上腕部は23.5インチ、大腿部は28インチ、首回りは36インチを測った。ガイは見た目こそ恐ろしげであったが、性格は非常に穏やかであった。 小鳥が類人猿飼育者の檻の中に飛び込んできたとき、ガイは自らの手のひらに小鳥をすくい上げて、そっと様子を確かめ、その後話してやっている姿がしばしば目撃されていた。この優しさがガイの人気の大きな部分を占めていたと言われる。1978年、ガイは虫歯の手術中に心臓発作を起こして推定年齢31歳。 または32歳で死亡した。冒険の結果、ガイは明らかに肥満していたことが判明した。虫歯と肥満の原因は、動物園の観客たちがガイに甘い菓子類を大量に与え続けたことにあった。その死の知らせに、動物園には痛烈な抗議の手紙が大量に送りつけられたという。ガイは、ロンドン動物園で最も忘れがたい動物であった。 そしてダイアン・フォッシーなどの動物行動学者による野生の類人猿の研究成果が霊長類に対する市民の態度を変えていく間、テレビでの自然史や野生生物のドキュメンタリーによって世間の人々による動物の行動に対する認識は改善されつつあった。デビット・ウィン作、ゴリラ外が存命中の1961年、彫刻家のデイビット・ウィンにその彫像を作っていた。 死後、ガイは、ロンドン自然史博物館に運搬され、白星史のリーダーであるアーサー・ヘイワードが、白星として展示するための準備にかかった。苦心の末に9ヶ月間を費やして、1982年11月に、ロンドン自然史博物館でガイの白星が展示された。数年後、ガイは公開展示の場から科学的研究コレクションに移動させられた。 2012年後半の時点では、ガイの剥製は、博物館内のカドガンギャラリーにおいて、新しい宝物展示の一部として、公開の場に戻されている。1982年に、彫刻家ウィリアム・ティマイムは、ガイの記念として、銅像を作り上げた。この像は、ロンドン動物園の正面入り口の近くで、ガイが生涯最後の数年を過ごした、類人猿及び猿飼育者付近にある。 ティマイムは、ガイの肖像画も、油絵で描いた。この肖像画は、ロンドン動物学会図書館に飾られている。ガイの正式な誕生日は、未判明であり、この日付は、ロンドン動物園が設定したものである。ABCDEFGHIJ、ベバーズ、ピアニッシモ、も、114から115、ABCDEFGHI ヘンリー・ニコルズ、ニューエープ、ザ・チェンジング・フェイス・オブ・ガイザ・ゴリラ、 ガーディアン。2014年11月24日閲覧。ABCDEF ヘンリー・ニコルズ。スーパー・フェイマス・ファーリー・アニマールズ。インディペンデンス。2014年11月24日閲覧。ABCDEFGHI。ガイザ・ゴリラ。A ライフ・リメンバード。ロンドン動物園。2014年11月24日閲覧。ABCDEFGHI タシン。 ガイザゴリラリターンズアズ、A ナショナルトレジャー。テレグラフ。2014年11月24日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN ガイザゴリラ。ロンドン自然史博物館。2014年11月24日閲覧。AB ダンディヒテル・オン・プレイング・ザ・エイプ・イン。2001ライフ・ウィズ・ジョン・アンド・ヨコ。バルチャー・ドット・コム。 2014年11月24日閲覧。ダン・リヒテル・イン・2001・ザ・メイキング・オブ・エーミス・チャンネル4・アベラブリオン・ザ・ 2007DVD2 ・ディスク・スペシャル・エディション・オブ・2001・エースペース・オデッセイ・リヒテル・イズ・インターベド・イン・フロント・オブ・ザ・ティミム・スタジュー・ディス・フィチャット・オルソ・イン・クルーズ エイブリーフ1966ビデオクリップオブガイ ABC アニマルスタチューズインロンドンタイムアウトロンドン2014年11月28日閲覧アーティファクトオブザマンスロンドン動物園2014年11月24日閲覧ありがとうございます